デスティニー実験モジュールデスティニーは国際宇宙ステーションの米国製モジュールで初の実験用モジュールである。2001年2月の初めにユニティモジュールに接続され5日間かけて起動作業が行われた。起動上の実験施設を NASA が運用するのは1974年2月にスカイラブから撤退して以来デスティニーが初めてである。予圧された施設内では 宇宙飛行士が幅広い科学分野での研究作業を行う。そこで得られた実験結果は、医療、工学、バイオテクノロジー、物理学、材料科学、地球科学など、世界中の科学者が研究に応用する。ISS へ取り付けられたデスティニー・デスティニーは、アルミニウム製で、全長が8.5メートル、直径が4.3メートル、質量は14.5トンである。 他のモジュールと接続できる共通結合機構が両端にそれぞれ取り付けられている。デスティニーの後部にユニティの全部が、デスティニーの全部にはハーモニーが接続されており、ツー部のジャンパーで両者の間の配管と配線が接続されている。また、設置用のストラップも取り付けられている。設置用ストラップの一端はユニティのアクティブ共通結合機構に接続され、もう一端は デスティニーのパッシブ共通結合機構に接続される。全部ポートにあるアッコブムは、ハーモニーが接続されるまでは、余圧結合アダプタニの PCBM と接続されていた。また両段にはモジュールを区画するための CBM ハッチがあり、減圧が予想される事態にならない限り開いたままである。モジュール接続時には、 どちら側からでも開閉が可能である。ハッチには圧力に連動する機能があり、ハッチ間の圧力が内側よりも外側が高い時には開かないようになっている。各ハッチの中央には窓がある。デスティニーにはハッチの小さな窓とは別に工学的に優れた窓があり、ISS の飛行中に衝突の危険があるデブリや流星人、 スラスタ噴射時の汚染から窓を保護するためのシャッターがある。窓を使う時には乗員が手動でシャッターを開く。デスティニー室内のリロイチャオ宇宙飛行士実験室の内部にはラック、ラックのスタンドオフ、ツー部のジャンパーがある。ヨーロッパのコロンバスや日本の希望同様にデスティニーの内部では核装置が国際標準実験ラックとシステムラックに格納されている。 各ラックは、それぞれ、約 540kg の重量である。デスティニーには、全体で23台のラックを搭載でき、その内訳は、右弦、左弦、上部に6台ずつと、底部に5台である。実験ラックには、取り外し可能なモジュール式ユニットにシステムハードウェアが、格納されている。デスティニーが、ISS に運ばれた時は、電力、冷却水、空気浄化、温度、 湿度制御の機能を持つ生命維持装置を格納した5台のラックだけが搭載されていた。STS-102 で多目的補給モジュールレオナルドに積み込まれた7台のラックがデスティニーに運び込まれ、その後のミッションでさらにもう10台のラックが運搬された。STS-121 では低摂取80度冷凍庫がデスティニーに運ばれた。この冷凍庫は ISS で資料や試薬を保管したり、資料や試薬の温度を維持したまま地球と宇宙の間を運搬することができる。4つのスタンドオフにより、個別のラックや実験室全体を出入りする配管や配線が通る空間が確保されている。それぞれのラック1の底にあるスタンドオフに配管口と端子があり、ここでラックの配管や配線が接続されている。 通路部のジャンパーには他のモジュールと接続される配管と配線が設置されている。1995年からアラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センターでボーイング社の最先端技術によりデスティニーの建造が開始された。1998年にはフロリダ州のケネディ宇宙センターに運搬され、打ち上げ前の準備のため2000年8月に NASA に引き渡された。 2001年2月7日の STS-98 でスペースシャトルアトランティスに積み込まれて打ち上げられ、アトランティス号は飛行3日目に ISS の余圧結合アダプタ3にドッキングした。ディスティニーをユニティの前方に接続するため、PME-2 を一時 Z1 トラスに仮置きした後ロボットアームでディスティニーの ISS への取り付けが行われた。 仮置きしていた PMA-2 は飛行6日目にディスティニーの前方に接続された。STS-120 でハーモニーが ISS に運ばれ、その後の移設作業でディスティニーの前方に接続された。ありがとうございます。